はい、こんにちは、まめと申します。今回からですね、こちらイミエモンとわがままお嬢様の巻っていうね、ゲームをやっていきたいと思います。制作者風太郎様の作品でございますね。はい、もう題名からね、なんだか面白そうな匂いプンプンだなと思ってね、はい、選ばせていただきました。でも早速ニューゲーム、いやー、なんか早速ホラーになったんだけど、ここはどこだ？頭が重い。ちょっと待って、外が騒がしい。カット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 。はい、失礼いたしました。もう頭が重い。いや、寝よ。ひ？え？なんだ？痛い。まったく、早く起きてください。いてててて、君、もう少しマシな起こし方はないのかね。何言ってるんですか？ちょっとくらい優しくしてくれたっていいじゃんか。僕ちん泣いちゃうぞ。まったくしょうがないですね。目覚めのいい、やる気の出るような、より良い起こし方ですね。うんうん、マリア君、君ならできるはずだ。俺は信じてるよ。これがエビエモンさんですか？承知しました。それでは心の準備はよろしいですか？おう、バチコーイ。あれれい。マリア様が出現。美しいマリア様が、あれ、何これ？ご不満ですか？うまも何も。マリアさん。はい。なんかいろいろおかしいんですが、姉みたいなのが会えてない。ゴシ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 。イビさんはそんな細かいこと気になさるんですか？いや、細かいって、夢でも見てるのかな。うん、これは夢だ。それにここどこ？あー、空間。それでは行きます。いやいやいや、信じま、行きますじゃなくて人の話聞こうよ。お願いだから聞いて、マリア様。あー、戦っちゃうの。待って、なんか、神頼みする。マリア様、痛い、一瞬で。エビエモンは戦いに敗れた。早速なんかオフだね、本当。いかがでしたか？おはよう。いい朝だね。優しさを求めたんだが。はい。ところで今日はお客さんが来てますよ。そんな予定あったっけ？俺そんな聞いてないよ、マリアちゃん。来る予感がするんです。なんだそりゃ。コンコン。コンコンどころじゃないよね。今サブマシンガンドゥルルルルって打った感じでしたよね。ほら、来ましたよ。お客さんは珍しいんですから、頑張ってくださいね。あ、うん、突っ込むのもめんどくさい。今行きまーす。はい。セーブは？イメモン HP1 になってるんだけど、大丈夫か？しょっぱな大丈夫？ステータス。ジャンパー着てるのね。本名。石川イビエモン II ですね。基本無気力、そして自堕落、見かけより若い。おじいさんかと思ったんだけど、何歳なんだろう。はい。マリアちゃん。本名不明、怒るとやばい、怖いものが苦手。はは。マリアちゃん普通の、可愛らしい。あ、待って。イビエモン必須アイテム、ちょっと似合う。特に首筋あたりが、加齢臭というものですかね。いや、でも、見た目より若いって言ってたから、どうなの？はい。お客さん。お名前と年齢を。ここの部屋の家具って統一感ないね。ねえ、なんで？来て早々なんだこの嬢ちゃんは。まあ、いろいろあるんだよ、大人の事情的なものが。
そんな言い訳で全部まかり通ると思ってんの？ねえおじさん、あまり子供舐めないでよね。もういいよ、君そろそろ帰る。あたしエリカ、9歳。あら、かわいらしい。9歳っておいおい。あのね、お嬢ちゃん。ここは君のようなお子ちゃまが来るところじゃ。え、なんで？探偵さんって何でもしてくれるんでしょ？いいかい、探偵っていうのはね、お金がそれなりにかかるからね。ご気をくれたわけじゃないね。自称探偵ですけどね。マリア、こうだまり。ですよね。そもそもお金がなくちゃ話にならんよ。大人の社会ってのはね、ボランティアとは違うんだよ。お金がなきゃ誰も動か。お金あるよ。わあ、いいかいお嬢ちゃん。50円、100円じゃ大人は動か。これじゃ足りないの？ゆきちが1枚、ゆきちが2枚。それで、ご依頼内容と、ご依頼内容とはどのようなものでしょうか？怖がらなくていいよ。おじさん優しいからね。行ってごらん。ほんとね。あ、あ、あ、ファイナルファンタジーっていう RPG を買ってきてほしいんだ。RPG? ゲームだよね。手に入れるの難しいとか？そんなことはないと思うけど、多分普通のゲームショップに売ってるよ。え？どうして自分で買いに行けないんだい？女の子がゲームしてるなんて、なんか恥ずかしいじゃん。なあ、可愛いこと言うじゃないか。まめ、全然買いに行くけどね。いや、別に恥ずかしがることないだろう。そうね。イビさんはこんな歳でもゲームやってますけどね。悪いか。ゲームに歳なんて関係ないだろう。いいから言うこと聞いてくれるの？くれないの？わかった、行くぞマリア。え、あ、はい。お嬢ちゃんはここでおとなしくミルクでも飲んでな。それとこの依頼書にちゃんと住所と電話番号書いとくんだぞ。へえ、めんどくさいな。しっかり書いとくんだぞお嬢ちゃん。すぐ買ってきてやるから、いい子で待ってな。わーい、早く買ってきてね。はい、ということでミッション。え、ゲームを買いに行く。傘さたんで行くの？大丈夫？びしょ濡れなるよ。あー、カッパ着てる。イビさん？うん。どういうつもりで依頼を引き受けたんですか？どうもこうも。依頼は依頼だ。それ以上でもそれ以下でもない。そしてもらえるもんはもらっとく。それが俺の流儀だ。あー、結局それですか。ユキチはあんなにもらったらね、動くしかないよね。ところで、ん？どうした、具合でも悪いのか？いえ、そうではなく。なぜ普通に傘をささないんですか？そうね、そこ気になった。マリアちゃん、カッパは嫌いなの？いえ、そういうわけじゃないですけど。何か違和感があるというか。まあいいじゃないか。それより、どうこの格好は。なんか雰囲気ない？大賢者って感じがしないかい？今なら魔法が使えそうだよ俺。いえ、残念ながら不老者にしか見えませんね。言われてしまった。そろそろ捕まえかな。中古でもバレないと思う？怒りますよ。ごめんなさい。いや、ユキチは何もらってるから新品じゃないとね、さすがに。しっせー。わー、ついたついた。それ脱いでください。通報されますよ。そうだね、そこまで言わなくても。結構気に入ってたんだけどな。はい。あー、で何すんだっけ？ファイナンシャルファン、ファイナンシャルファンタジーですね。読み間違えました。ファイナンシャル、間違えないでくださいね。おう、任せとけ。とりあえず一通り棚を見ていきましょうと。はい、まあじゃあセーブを
太陽に変わって天柱よ。あの美少女たちが君の手に今なら1回200円。やってみようかな。やめてください。スモーレスラーガチャ、大関から横綱まで有名どころが勢ぞろい、1回300円どすこい。いる？また今度にします。はい。ここは機種が違う。ブレイズネーション4だ。惜しいんですか？喉から手が出るほど惜しい。今回の報酬でこれ買おうかな。ダメです。でも本当にこれすごい。ダメです。はい、マリアちゃんに弱いんですね。はい、こっちはアクションゲームは違う違う。そういえばマリアはゲームやらないよな。そうですね、見るの専門です。見てるだけで楽しいの？はい、とっても。おお、自分でやりたくならない？見てるだけでいっぱいいっぱいです。特にホラーとか。え、今なんつった？いえ、別に何でもないです。いやー、ホラーゲームね、豆ほんと大好きなんですよね。自分でやるのも見るのも。ホラーゲーム特集。マリア殿、なんでござるか。マリアが壊れた。いや別に。じゃあここか。ファイナンシャルファンタジー。あった、これじゃん。イビさん、よく見てください。え、ファイナンシャルファンタジー。危ねえ、騙されるところだった。え、ちょっと見逃した。え、まったくイビさんは一人でもお使いできないんですね。いやいや、これ絶対確信犯だよ、確信犯。次からは気をつけよう。ん？フィナンシャルファンタジー。フィナンシャルファンタジー違うね。え、待って待って。これゲーム屋さんだよね。おでん売ってるよ。コンビニの間違いですか？おでんぬぐは何が好き？卵と白滝とウィンナー巻き的なやつと昆布とはんぺんも好きです。あ、おでんっていいですよね。食べたいのかな。いや確かにね。ダメはね、ロールキャベツが好きですね。あ、ボーションだ。なんで温めてるんでしょうね。ポポ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 。はい。もう店員に聞けば早いんだよね。えい、らっしゃい。ファイナンシャルファンタジーってありますか？え？フィナンシャルファンタジー？あるよ。違う違う違う。ファイナンシャルファンタジー。あー、ファイナンシャルファンタジーね。あるよ。わざとやってます。ちょっぴり。ところでその格好なんです。おー、これか。これはファイナンシャルファンタジーのキャラのコスプレだ。目の付けどころが違うね。で、そのファイナンシャルファンタジーは置いてないと。悪いな、他当たってくれ。ファイナンシャルファンタジーは超人気作品だ。どこの店でも今じゃプレミアついてるよ。ジョーちゃんの話と違うな。どうしましょうか。ないってんだから他当たるしかないだろ。はい、エリカちゃんのために頑張りましょう。はい。マチナ兄さん。はい。お兄さんなの？お兄さんなの？子供のためにこんな土砂降りの中ゲームを買いに来たっていうのかい？まあそんな感じです。ふっ、見かけによらずいい男じゃねえか。なんか今さりげに侮辱された気がすると思うよ。よし、わかった。その心意気に免じてファイナンシャルファンタジーを売ってやろう。あるんかい。常連が来た時のために取っておいた、とっておきの一本だ。ただし言わなくてもわかるよな。値段交渉ですか？いや、わかんねえよ。戦うな。店長が出現。店長、男なら己の力で勝ち取ってみ。なぜこうなる？マリア、俺の背中はお前に任せた。お前でも HP も1しかなかったんじゃない？行くぞ。え、あ、はい。あ、戻ってる戻ってる。はい、攻撃。マリアなんか勝つ。あ、待って、なんかおかしくない？全てはマリアの思うがままに。イビエモン拳で転がす。 HP 回復。まあ一応 HP 回復できるんですね。ということで店長を倒していきましょう。はい。おたけび？あ、待って。
ああ、マリアオッケー、マリア頑張って戦うんだ。店長が切りかかった。いやー、もうこのまま倒してやるよ。っていうか、お店だったよね。お店だったよね。なんか、すごいダンジョン的なところになってるよ。店長、おたけびが。なんかヒゲそんなに生えてたっけ、そんなにサンタさんみたいにヒゲ生えてたの。へい、意外と長いな戦闘が。わあ、やった、店長倒した。リベモンたちの勝利。99の経験値を獲得。フィナンシャルファンタジーを手に入れ、あったフィナンシャルファンタジー。リベモンはレベル2上がった。マリオ、あ、え、これレベルとか上がっていくの、マジで。はい、6980円です。結局金取るんかよ。何はともあれこれで任務完了ですね。はい、やるじゃねえか構造。エリカちゃんによろしくな。エリカちゃん、なんで知ってんの。まあいいや。はい、買ってきたよ。おかえりなさい。ただいま。ただいま。いてて、さっきの戦闘で腰が痛いと思うよ。ねえねえ、本当に買ってきたの。もちろんだ、俺を誰だと思ってる。ミオ、これがファイナンシャルファンタジーでもない、フィナンシャルファンタジーでもない。ファイナンシャルファンタジー、あ、待って、ちょっと豆なんか読み違い結構してそうだな。え、違うの違うの。フィナンシャルファンタジーですね。担がれた。あの親父、間違いやがった。すまん、ジョーちゃん。こそこそ、どうします、イビさん。どうするって。いいよ。え？え？一文字ぐらい違ったって。別にいいよ。その一文字のために店長とやり合ってきたんだが。ああ、悪いな、ジョーちゃん。なんだったら買い直してくるから。それより次。次があるんかい。次？そう、次まで、お嬢様、依頼は一つではござらぬのか。何を言ってるの、そんなわけないじゃん。子供だからって舐めないでよね。あんなお使い私でもできるんだから。俺らが言った意味。それで次は何をしてほしいの、エリカちゃん。そうだな。楽な依頼、楽な依頼。園地？え、園地？園地ってなんだ？マリア知ってるか？いえ。園地、園地。ああ、ランチの聞き間違いじゃないでしょうか。エリカちゃんお腹空いてるの？いやいや、マリアさん、いくらなんでもそりゃ強引だろ。そうですか。じゃあイビさんにはわかるんですか。そりゃあれだよ、あれ。ああ、なんだ。お嬢ちゃん。うんちかよ。トイレならすぐそこを出てすぐ右だ。トイレに行きたいなら早く言いなさい。我慢すると体に毒。バカ。遊園地。遊園地に行きたいの。遊園地。こりゃまた遊園地ですか。いいですね。おいおい、マリアたん本気。いいじゃないですか、たまにはこういうのも。いやでもな。いいから、私は遊園地に行きたいの。私一度も行ったことないから。わかったよ。え、本当？依頼なら仕方ない。そうと決まれば早速行きましょう。ここからだとネズミーパークが一番近いですね。ああ、そうだな。でもエリカちゃん、暗くなるといけないから早めに帰ろうね。うん。ああ、遊園地。
それと、雨だから、ちゃんとカッパを着ていきましょうね。雨の中行くの、遊園地。はーい。うえ。マジですか。雨の中遊園地行くの。遊園地だよね。毒の沼みたいなのがはびこってるように見えるな、気のせいでしょうか。ん？ここ何？魔界の迷宮って書いてあるな。お化け屋敷だな、こりゃ。ん？行きたい。まあ、構わんが。あら、あっちに素敵な乗り物があるわ。エリカちゃん、あっち行きましょう。お化け屋敷がいい。マリアさん苦手なんだったよね、お化け。確かホラー系が。ほら、お化け屋敷に入ると、夜怖い夢見ちゃいますよ。そうなの？僕もお化け屋敷がいい。さて行くか。おう！あれ？マリアちゃんもしかして怖いの？怖いの？パキャーって殴りますよ。あ、ごめんなさい。ねえねえ、夜怖い夢見ない？大丈夫、大丈夫。あんなのマリアの嘘っぱち。殴りますよ。あい、すいません。ということで、セーブしてお化け屋敷に入る前に今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。